間に合ったね、先生。相変わらず、間抜けな顔。まあね、ある人が言ってたんだ。休息を取ることは、働くのと同じぐらい。いや、それ以上に大事だって。優秀な参謀は、他人の金言もちゃんと覚えているんだよ。見て、先生におすすめしたい本、こんなにたくさんあるの。あ、その前に、部屋の掃除と緑茶を一杯お願いできるかな。自分で言い出したことでしょ。断ったりしないよね。そうだ、あんたってそういう人だった。知ってたけど、まあいっか。桐生桔梗はせっかくの機会を棒に振る真似はしない。全身全霊で甘えるから覚悟しててね。